10月26日、今年のドラフト会議2023が行われ、来シーズンから阪神のユニフォームに新たに袖を通す選手が誕生しました。今回の動画では、阪神が指名した6選手について徹底解説していきます。昨年のドラフトでは、事前に9球団が1位指名選手を公表するという異例の事態でしたが、今年はドラフト豊作の年ということもあり、事前公表は4球団のみとなりました。我らが誇る阪神岡田どんでん大監督もドラフトの1位指名公表に関してインタビューで聞かれた際に、俺もせえへんよ、そんなん当たり前やろと即答。今年は会場に客を入れるとか言うてるから、そんなん面白くないやんか、何のためのドラフトやねん、誰を指名したかでそこで湧くわけやんか、 NPB がマスコミに言わないようにそんな指令を出せばええと思うけどな、とファンを思いやるコメントをしました。これには賛否両論がありましたが、中日ドラゴンズ OB の谷繁さんは、もちろん各球団それぞれに事情や戦略があると思いますが、僕個人としては岡田監督の意見に賛成です。ファン目線で考えると、やっぱりどの選手を指名するのかなというドキドキがドラフトの醍醐味じゃないですか。指名される選手たちは心の準備が大変かもしれませんが、ファンの皆さんには各球団の駆け引きも含めてドラフト会議を存分に楽しんでほしいですね、とコメントしました。これに関してもぜひ皆さんの意見をコメントで聞かせてください。そんな中、指名選手を公言しなかった阪神がドラフト1位で指名したのが青山学院大学の下村海斗選手。なんと競合することなく下村選手の交渉権を獲得しました。ここからは阪神が獲得した選手について徹底解説していきます。まずは阪神が一本釣りに成功したドラフト1位の下村海斗選手。青山学院大学、右投げ右打ちのピッチャー。身長174センチと小柄ながら、日米野球では MVP を受賞したポテンシャル高き小さなエース。球種は最速155キロのストレートに加えて、スライダー、カットボール、カーブ、フォークを持ち玉にしています。なんと兵庫県西宮市出身ということで、まさに虎の申し子。九州国際大学附属高校から青山学院大学に進学。青山学院大学に進学後も1年生の冬に右肘の手術を行い、およそ1年間登板はありませんでした。それでも3年秋のリーグ戦では2勝1敗、防御率 1.72 の成績を残し、4年生で迎えた今シーズンは常廣隼人選手とともに投手陣の中心として活躍。青山学院大学の春秋連続優勝に貢献しました。肘を柔らかく使った腕の振りから投げ込まれる最速155キロのストレートとカットボールやカーブを織り交ぜたピッチングが持ち味で、今年の大学日本代表にも選ばれています。そして7月に行われた日米野球では、そうそうたるメンバーの中で MVP を獲得。我らが岡田どんでん大監督もズバリハマりましたね。上背はないけど、キレのいい球を投げるうちの村上に似たタイプで、カットボールがえぐいと聞いてます。安定感というか、すごくあると思う。常廣と実力は遜色ないと、そういう評価をスカウトから聞いていた。重複しないように祈ってました、と笑顔でコメント。負け続きのくじで一本釣りに成功し、ほっとした様子を見せました。阪神の担当スカウトは、安定感抜群の最速155キロ右腕、しなやかかつ力強い投球フォームから両サイドに投げ切れる制球力があり、完成度が高い、1年目から活躍が期待できる選手だと評価しています。投手王国阪神にまた楽しみな選手が加わりました。地元西宮で思う存分暴れてほしいです。続いてはドラフト2位で交渉権を獲得した四国アイランドリーグプラス徳島の椎葉剛選手。身長182センチ、体重92キロ、右投げ右打ちのピッチャー。タイプは最速159キロの直球で空振りを奪う剛腕リリーバー。阪神の補強ポイントであった中継ぎ右腕とマッチしまくりの選手を2位で指名してきました。球種は最速159キロのストレートに加えて、スライダー、フォーク、カーブを持ち玉にしています。椎葉選手は島原中央高校からミキハウスへ入団、そして今季から徳島インディゴソックスに入団していました。年齢も21歳と若く、昨年11月の入団テストで記録した142キロから1年間で159キロと急成長した非常にポテンシャルの高いピッチャーです。高校時代は捕手としての出場が多く、ミキハウス入社後に投手に転向。今季はセットアッパーとして徳島の完全優勝に貢献。最速159キロを誇る直球とキレのあるスライダーを軸にリーグトップの奪三振率 11.77 を記録。制球にやや課題を残しますが、ショートアーム投法から投じるボールの質は全て一級品。回またぎや第2先発もこなしており、スタミナ面も問題なしということです。世代は今年の大卒と同じ世代で、近い将来阪神の守護神候補にまで成長するポテンシャルを持っています。
日本人守護神として期待している阪神ファンも多いのではないでしょうか。続いてはドラフト3位で交渉権を獲得した仙台育英高校の山田修也選手。身長177センチ、体重71キロ、右投げ右打ちの内野手。タイプは高い守備力と強肩が持ち味のショート。1年からレギュラーを任された東北屈指の遊撃手。作家は東北勢初の全国制覇、今年も主将として全国準優勝を経験した山田選手。身のこなしが軽く広い守備範囲を持っています。送球も安定しており、アンダー18ワールドカップでもサードショートで堅守を披露しました。今年の甲子園では打率2割も、ワールドカップの韓国戦では高校通算17本塁打となる一発を放ってみせました。長打力こそなかなか期待できませんが、左右に弾き返すことができる2番タイプ。投手としても最速144キロを記録した強肩が魅力で、他球団のスカウトも守備に関しては高校生の中でも頭一つ抜けていると評価されており、まさに岡田監督好みのショートではないかと思います。貴重な右打ちの内野手として虎の未来を担う存在です。続いてはドラフト4位で交渉権を獲得した東海大熊本星翔高校の百崎碧選手。身長178センチ、体重73キロ、右投げ右打ちの内野手。タイプは高校通算39本塁打を放った強打が魅力のショート。もともとは全国屈指の名門東海大相模高校に在籍し、1年秋から3番ショートを任されたスーパールーキーでした。しかし方向性の違いから地元熊本での再出発を決意して2年春に編入。日本高野連の規定で1年間は公式戦に出場できませんでしたが、最後の夏に念願の甲子園の土を踏んだ苦労人。50メートル走5秒級、遠投は100メートルと走攻守揃った選手。今年の高校生内野手といえば、オリックスが1位指名した上田西高校の横山選手が人気でしたが、一部スカウト陣の間では走攻守の完成度で言えば百崎選手の方が上ではないかとまで言われていた非常にポテンシャルの高い選手です。百崎選手は積極的な打撃と選球眼が持ち味、プロでも1番を打ちチームに勢いを持っていきたいとコメントしています。個人的な意見なんですが、阪神は3位で獲得した山本選手を含めショートの選手は結構いるので、サードで魅力の打撃を生かした長距離砲として育成してほしいなと期待しています。現状佐藤選手、大山選手の後継者といえるような存在がいないので、百崎選手にはぜひそんな存在になってほしいです。続いてはドラフト5位で交渉権を獲得したJR 西日本の石黒裕也選手。身長180センチ、体重83キロ、右投げ右打ちのピッチャー。タイプは最速152キロの本格派右腕。球種は最速152キロのストレートに加えてスライダー、カットボール、フォークを持ち球としています。石黒選手は高卒4年目で、愛知県の成城高校から社会人野球 JR 西日本に入団。高校時代には現在中日の石川昂弥選手を擁する選抜の覇者東邦高校に愛知県大会2回戦でコールド勝ちするなど大きな話題となりました。高卒3年目のドラフト解禁年だった昨年は5球団から調査書が届きながら指名漏れ。それでもまだチャンスはあると前を向き、カットボールを中心に変化球を磨き上げ、投球の安定感が増しました。今年も5球団が調査。阪神タイガースが5位で交渉権を獲得しました。鋭いスライダーが決め球の右腕で、2023年の都市対抗2次予選では3試合に登板、計17回を投げて21奪三振無失点の快投でチームを本戦出場に導きました。社会人出身ですが高卒4年目の年代で、まだまだ若く非常に楽しみな選手です。続いてはドラフト6位で交渉権を獲得した大阪経済大学の津田淳也選手。身長178センチ、体重83キロ、右投げ右打ちのピッチャー。タイプは最速152キロの直球を持つ右のオーバースロー。球種は最速152キロのストレートに加えてスライダー、カットボール、カーブ、フォークを持ち球としています。津田選手は奈良県の高田商業高校から大阪経済大学へ進学。大学入学時に134キロだったストレートはウエイトトレーニングの成果もあり、魚年間で152キロまで成長。ストレートには角度があり、制球力にも定評がある。今季のリーグ戦では春3勝、秋に5勝マークするなど、目標としている負けない投手にふさわしい活躍を見せました。主に先発を任されていましたが、リリーフとしての出場経験もあり、両方をこなせる右腕。子供の頃からファンだった阪神でプロ生活をスタートすることになりました。大学時代に球速が18キロアップしたポテンシャルの高さがあり、投手王国阪神という環境でトレーニングを重ねていけば、さらに成長していけるのではないでしょうか。我らが岡田どんでん大監督はインタビューにて今回のドラフトを振り返り、
そうなんやな。予定通り、もう左はいらんかったからな。今年に関してはな。まあな、他の球団の動向というかシミュレーションというかな、大体思った通りの他の球団もな、指名のあれもまあある程度予定通り取れたよな、とコメント。点数を聞かれると、まあ100点でええよ。投手と野手で4、2っていうな。ピッチャー4、内野手2も、うちは内野手はだいぶやめたからな。それはもう最初から4、2は予定通りやったから、それは取れたから、と今回のドラフトは100点と回答しました。育成改革で近年のドラフトではしっかりと結果を残している阪神タイガース、18年ぶりのあれから黄金期構築へ新たな猛虎選手が誕生しました。今回のドラフトに対する皆さんの意見もぜひコメント欄でお聞かせください。この動画が好評であれば、育成選手についても動画を投稿するので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。